依存とは、身体的依存を伴うもしくは伴わない、薬物や化学物質の反復的使用である。行動的依存、身体的依存、心理的依存は、物質関連障害の特徴である。日本語では、アルコール中毒、薬物中毒のように、中毒と呼ばれることも多いが、現在医学用語として使われる物質の毒性に、対する急性中毒、慢性中毒は、 依存症とは異なる。例えば腐った魚による食中毒はまず依存症にはならないであろう。自ら進んで腐った魚を繰り返し食するようにはならないからである。関連の用語として、死液とは物質使用を繰り返し使用量が増加し使用できない状態となると重篤な症状を呈し使用に対する抑え難い衝動が高まり身体的、 精神的悪化に至る状態である。渇望が生じている状態を依存が形成されたという。依存は物質への依存、人間関係や関係への依存があり、重大な精神疾患に至るケースもある。依存症はモグラたきに似ている。一つの種類の依存が収まると、別の依存が頭を出す依存症の症状は、精神症状と身体的離脱症状に分類される。 精神依存はあらゆる物質や行為に見られるが、身体依存は必ずしも全ての依存に見られるわけではない。例えば、薬物以外による依存では、身体依存は形成されないし、また薬物依存の場合も身体依存を伴わない物質がある。依存症の成立、悪化の要因としては次の3つの段階に応じて分類される。大量、長時間。 長期間にわたって依存対象に異常に執着するため重要な社会的、職業的、娯楽的活動を放棄、減少させる。また精神的、肉体的、社会的問題が起こっても対象に執着し続ける。動物実験でも脳に電極を埋め込まれた。出産後のラットは子供を放置してまで報酬系への電気刺激を求めることが知られている。 依存症患者は病的な心理的防衛規制である。否認を多用するため、しばしば依存症は否認の病とも言われる。また、家族や恋人などが依存症患者に共依存している場合、共依存している者も,も否認を行う。死壁性を持つ物質への依存では、離脱症状の発現を抑えることが病気利得となり、否認行動を強化する。このため、 多くの死壁性物質は法的に厳しく規制されている。依存症患者の特徴として衝動性や禁煙の心理特性である刺激追求が高いことが知られている。衝動性とは将来良くない結果をもたらす可能性があるにもかかわらず、目前の欲求を満たすために手っ取り早い行動を行ってしまう特性のことである。 喫煙に対する依存では禁煙場所での喫煙を注意されたもの、携帯電話に対する依存では、電車内での通話を注意されたものなど、依存行為を阻止されたことにより発生する衝動的な暴力事件が起こっている。報酬による行為の強化には、行為 A の後に、必ず、報酬、B が与えられる定型的強化と、行為 A の後、気まぐれに、報酬、 b が与えられる間欠的強化がある。間欠的強化の方が、行為 A への執着が高まることが知られており、これはギャンブル依存症発症の基礎の一つとされる。依存症は、中枢神経に作用する抗生神物質によるものと、ギャンブルなど、特定の行動に対するものに対別できる。前者では、摂取した依存性物質が、中脳辺縁系の脳内報酬系において、 ドッパミン放出を促進し、貝の感覚を生じ、それが一種の条件付け刺激になると考えられている。後者でも特定の行為を行うことで、薬物依存と同様にドパミンを介したメカニズムで、報酬系が復活され、貝の感覚を感じ、条件付けにより依存が形成される。薬物依存症の場合は、条件付けによる常習化以外にも、神経細胞が組織的、 機能的に変質して薬物なしでは正常な状態が保てなくなる場合があり、この現象も薬物依存の形成に大きく関与していると考えられている。依存性薬物の中には、連用することによって効きにくくなるものが多いが、これを薬物に対する耐性の形成と呼ぶ。薬物が効きにくくなるたびに使用量が増えていくことが多く、最初は少量であったものが、最後には、 致死量量にに近い量を摂取するるようになることすらあるこのため、薬物の依存性の強さにはこの体制の形成も大きく関わっているとされる。体制が形成されやすい薬物として、アンフェタミンなどの覚醒剤、モルヒネなどのオピオイドなどが挙げられる。離脱症状も依存の重要な要素である。依存に陥った者は、不愉快な離脱症状を軽減したり回避したりするため、 同じ物質を探し求め、摂取する。離脱症状のため、依存は強化される。依存性を持つ物質は、ドパミン神経系を復活することで作用するが、連用によりドパミン受容体がダウンレギュレーションする。そのため、以前と同じ量の物質を摂取しても、回の間隔が小さくなる。これが耐性である。また、ダウンレギュレーションした状態では、外部からの物質摂取がないと、 ドッパミン系の神経伝達が低下した状態になる。この状態が離脱症状であり、自覚的には不安症状やイライラ感など、不愉快な気分を生じる。快感状態を伴わない依存も存在する。携帯依存などでは、携帯によるコミュニケーションが妨げられている状態に、置かれた際、扁桃体により伝達された不安症状が、ウ馬ウや大脳皮質といった、 行為能で抑制できなくなり、離脱症状に似た不安症状やイライラ感が生じることとなる。このような依存の場合、基本的に報酬系による、快感状態からの離脱が不快の起点となるわけではなく、不安といったような不快そのものが起点となる。依存症には遺伝的要因も関与すると考えられている。例えば、 アルコールについては特定の遺伝子情報により依存化に対する体制の強弱があると推測されている。喫煙においても同様の遺伝要因が推測されている。物質依存、プロセス依存、関係依存に対別される。核依存症の正確な頻度は知られていない。例えば喫煙依存症は日本では1800万人に上る。プロセス依存はアディクションアディクションと呼ばれる。 このように社会に与える影響が大きいため、依存性の薬物の多くは、法律や条例により、所持使用や取引を禁止されている。他方、アルコールやタバコなどについては指向性が高いため、未成年のキッズインなどを制限している。アダルトチルドレンという言葉も、元来は、アルコール依存症の親の元で育った人を意味し、重度の依存症が、機能不全家族をもたらすことも問題視されている。 ありがとうございます。